クリスマス祝い上海は許可河北省は禁止中国共産党は精神錯乱状態か疫病が中国を席巻北部の火葬場は満杯に中国共産党党首の不幸な出来事を待ち望む分析中南海で突発的な反乱が起きるかもしれない。 各位观众大家好、今、十二月二十日、星期二。今日は、ボクシングデー、クリスマス翌日の休日。貴族などに使える使用人が、主人からプレゼントをもらった日です。皆さんは、もうクリスマスプレゼントを開けましたか。香港ではクリスマスを祝うことができますが、中国では、今日や村によって、ルールが異なり、どの地域で祝ってよくいけないのでしょうか。 12月24日のクリスマスイブ上海市のワイタンでは大きなクリスマスマーケットが開かれイルミネーションがいっぱいに飾られ大きなクリスマスツリーもありましたクリスマスの雰囲気が濃厚で人出が多くとてもにぎわっていましたサンタクロースの格好をして街を歩く人もいました市内のホテルもクリスマスムード一色でディナーを楽しむ人もいました しかし河北省在住の李さんが24日の夕方大紀元に語ったところによると地元の店舗の閉店はいつもは午後7時か8時なのに今日は早めに午後5時だと言いますある物売りは上官、上司管理から営業しないようにとの通達を受けたと李さんに話しました 上官とは都市の治安維持を管理する組織ですが彼らの手段は極めて恫喝的で荒々しいため暴力集団と呼ばれています河北省補袋市にある教会の入り口とその近くの通りには警察が配置されていました人々が通りに集まることを許さず教会に入るにはセキュリティチェックが必要で通りには対暴動用の装甲車もありました 李さんによると教会の警備員は親が子供を連れて教会に入ることを許可せず理由は人が多くて潜在的な危険を防ぐためだとしましたさらに地元の大学は学生がクリスマスに参加するのは禁止していると述べました李さんは河北省が上海と別世界のようにまるで違うのはなぜか同じ中国なのかと疑問を呈しました 河北省保定市は人口の4分の1がカトリック教徒で中国で最も信者の多い都市だからだと李さんは推測しました地元の教会の数も中国一ですしかも保定市は北京市に非常に近いので中国共産党を中共は非常に恐れておりさらに厳しく統制しています私たち大紀元はまたネットユーザーからの暴露情報を得ました 某都市の大学が週末に学校を離れるすべての学生に対しイブの午後5時までに学校に戻るよう通達をしたためクリスマスを祝えなかったといいますイブの夜にクラス会を開くよう通達したケースもあり担当指導員はクラス会終了後量をチェックすることになっていますもし漏れがあれば厳しく責任追及されるとしました 別の学校の校長はイブの夜7時から9時まで学生寮を検査し寮生がクリスマス関連の製品を持たないようにしました河南省鄭州市民の張さんも大紀元に対し地元の商店はクリスマスの飾りつけをせずクリスマスを過ごさないよう求められていると語りました 中国問題専門家の王鶴主は中教は長い間大学キャンパスでのキリスト教の普及を厳しく阻止してきたと分析しています上海と北京における中教のダブルスタンダードについて上海自体が国際的な大都市であるため中教はクリスマスを解放の象徴として意図的に利用しています 氏によれば中京は外国との断絶を非常に心配しておりそのため特定の地域を解放するのだと言います例えば経済特区は近隣の地域では許されないことが許されていましたクリスマスにも地域的な区別があるのです 学校でクリスマスが許されていない問題について中央の教育部の文書が原因で地方政府が禁止したのではないかと大隠しは見ていますまた習近平が地方政府を厳しく管理しているのは地方政府が反旗を翻すのを非常に恐れているからだとも語りました次のニュースです 最近中国東北部や北京河北省などの火葬場が混み合っていると多くの市民が明かしましたどれほど深刻な状況なのでしょうかハルビン市民のウさんは次のように語りました中国東北部で冬だから確かに風邪や発熱で亡くなる人が多い今日は2つの葬式があり両方とも780歳で朝早くに行った ちょうど一つの仮装場で一日70人以上仮装するが列を作っている今は朝の6時から正午までの営業で正午以降は仮装しないだから毎日長蛇の列だ吉林省長春市在住の林さんは中共による感染状況の隠蔽に疑問を呈しました林さんはこの感染状況は特に深刻だと考えています 彼の妹は今年9月に感染症で死亡し孫の同級生も白灰になったとし続けて次のように話しました現在の死亡者数は非常に多い毎日通りで火葬場に行く人を見るからだ中国の伝統的な風習ではサーミンといって道路に紙幣を巻きながらゆっくり運転する近所で56人が亡くなった ある人は家で、ある人は病院で、ある人は熱と咳で、私の二人の姉も熱が下がらず亡くなった。感染症流行中、多くの若者も突然死しました。北京在住の李さんの同僚は去年亡くなりました。1、2週間心臓が痛いと訴え、コロナワクチンの後遺症ではないかと疑っていました。李さんは次のように述べました。 11月末から12月初めにかけて北京近郊の葬儀場で小さなピークを迎えた特に異常なのは若い人の突然死が多いことだ先月末私の職場の30代の普段はとても元気な人が仕事中に突然倒れて亡くなった病院側の説明は心臓による突然死とのことだ他の部署の従業員にもこのような状況がある 今回の疫病の深刻さは実際どれほどなのでしょうか年配者でなくても軽視できないほどで軽々しく扱ってはなりません24日中国の有名な財系メディアの関係者36歳のラキ氏が急性肺炎で亡くなるという驚くべき出来事があり中国のネットユーザーの間で話題になりました ラキシはベテランの財系記者で新蘭財系香港サイトの責任者を務めたことがありますラキシは逝去する前香港証券取引所に勤務しグローバル上場サービスに専念していましたラキシは普段から運動やダンスが好きだったと伝えられています昨日の25日ラキシの母親はラキシの WeChat アカウントで不法を発表しました 急性肺炎にかかり全力で救命措置を取りましたが12月24日に亡くなったと伝えられましたそしてラッキーアカウントはウェイボーの友人グループで最後の更新が12月20日にとどまっていましたその時ラッキー氏はスマホにつなぐ身体の健康管理の指輪スマートリングが発熱を知らせたという投稿をしています ネットユーザーの中からは不法で知らせられた肺炎とは具体的には何か中共ウイルス COVID19 ではないのか中共は一体統計データを持っているのかどうかという疑問の声が上がっています最後のニュースさまざまな兆候が示しているように習近平は前例のない失勢危機に直面しています 専門家によれば2024年には中共の政局がより危険な方向に急速に進展する可能性があるといいます現在中共の幹部たちの不満が急増し習近平はいつでも急な反乱に直面する可能性がありますまた分析によれば多くの中国人が習近平の不幸な出来事を待っているといいます 今年習近平にとって最も屈辱的な出来事は自ら抜擢した側近である中共外交部長の秦剛と国防部部長の李尚福が解任されたことですさらには自ら昇進させ重要な役職に置いたロケット軍の高官たちが一掃されたこともですこの間秦剛がすでに亡くなったとの噂も広まっています これらの出来事は中共の上層部内の構想が激化していることを明示しています中共の第20回党大会後弾派を代表する前党首国斌党が強制的に会場から引きずり出されましたそして10月末には前総理の立国共が突然亡くなりましたこれは中共の弾派が完全に消滅したことを示しています 現在中国は巨大な経済及び社会的危機に直面しており中共の官僚組織はさらに混乱しています習近平は最高権力を握っていますが民間にしろ中共内部にしろいずれも彼習近平の早い死を望んでいます 世論は中共にとって2024年の最大のブラックスワン想定外の事件は習近平の不幸な出来事を待ち望むことだと言います一体習の不幸な出来事を待っているのはどのような人々なのでしょうか政治評論家の延品氏は22日大紀元に寄稿した記事で高卓民派の人々が習の不幸な出来事を期待しているとし 弾派の人々も不幸な出来事を待っておりさらに後二代中国建国に参加した親の師弟や中華層の中共幹部の多くも州の不幸な出来事を待っていると分析しています延貧氏は次のように述べています習近平が権力を握った後まず最初に排除したのは自身にとって最も脅威な存在である高卓民派だった 失脚した江沢民派の政府関係者らは習近平に対して憎しみに満ちていると言っても過言ではない彼らが不幸な出来事が起きるのを望まないわけがない一方で習近平は弾派から恩を受けているしかし自分の地位が安定した後習近平は弾派に感謝するどころか逆に弾派を真っ先に槍玉にあげた これは典型的な恩を忘れ義に任す例である習近平がトップの座に居座っている限り談波が立ち上がる日は訪れないだろうそして談波は自分たちの状況を変えるためには当然ながら習に不幸な出来事が訪れることを望んでいるだろう多くの中華層の中共幹部にとって仕事の圧力と難しさがますます増している ほすべての人が不満を抱え恨みをいっぱい抱いている総書記が交代されれば彼らには解放される希望が生まれるまた甲二代は自らの既得利益を守るために州の不幸な出来事を望まざるを得ないだろう延品種はこうまとめています さまざまな反共派や習近平の統治下で迫害された一般の市民に関しては言うまでもなく皆習の不幸な出来事を待ち望んでいる要するに大多数の中国人が待っていることだと言えるこの状況のもと習の権力は本当に揺るぎないものなのか 現在習近平が直面している危機について中共の政治状況に詳しい法学者である円光表氏は22日大紀元に次のように語りました中共の内部政治的な観点から見ると中共の幹部たちが大規模に寝そべりし政治怠慢の現象が進展し続けている習近平は党内の大粛清を一層強化せざるを得ないだろう 中共内部ではますますさらに危険で広範な大粛清の波が繰り広げられることになるだろう2024年に中共の経済はさらに絶壁のような急落を経験し失業の大波が再び押し寄せたこれは中国社会に巨大な政経問題を引き起こすだろうまた中共はますます自由で民主的な国々から孤立するだろう 現在州軍団の中ではさまざまな派閥が立ち上がり内部では権力の奪い合いが複雑な状態になっている習近平は政治的安全のために中共の党政府および軍の幹部を大規模に粛清しているこれにより幹部たちの中でより多くの政治怠慢や乱れた政治が現れそれがさらに多くの不満と反発を引き起こすことになるだろう 今や社会だけでなく幹部たちの間でも不満が爆発しており急な反乱事件が発生する可能性がいつでもある2024年に習近平は極めて危険な状況に直面するだろう習近平は突然気づくだろう自分が二重人格者に囲まれていること 自身の手足となって働く忠実な家来たちが全員実際には二重人格者であることこれが現在の習近平が直面している最大の危機である信頼できる情報源によると習近平は予言を信じておりかつての中国の古い予言に非常に不安を感じているといいます 宮廷のクーデターや暗殺を予測する予言ですが習近平はそれが自分の身に置き自分が任期中に死ぬことを心配していると言います日頃より中国関連のニュースを視聴されている皆様に中国政権からの迫害に動じない芸術団の存在を紹介させてください皆さんは1 0芸術団についてご存知ですか 2010年1月27日から31日にかけてこの芸術団は香港で上演する予定でしたこの芸術団はとても人気で約1週間でチケットは完売しましたしかし香港の入国審査局によって1 0の制作主要メンバー入国が拒否され公演中止を余儀なくされました 一つ大事なことなのでお伝えしておきますが、繊維芸術団は中国共産党政権とは全く関係ありません。失われた真の中国伝統文化の復興を自らの使命として背負うこの芸術団はニューヨークに拠点を置き、年間800公演を200都市で行っています。 中国の古典舞踊を現代に届ける繊維芸術団がこの冬日本にやってきます。今アメリカやヨーロッパをはじめ世界でセンセーショナルを巻き起こしている必見の公演です。表現の自由のない中国を飛び出し自由の国アメリカから芸術の力で真の中国の伝統を呼び戻そうとしている人々です。 ですから政権のイメージ戦略に使われる舞踊劇のようなものとは全く別物です。これを聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうか。むしろ中国政権はこれまで何度もこの繊維公演の妨害を繰り返してきました。 一方で宣言はこれまで共産党政権が中国の伝統を破壊してきた事実を演目の中に取り入れ臆することなく表現していますなぜ当チャンネルでこの芸術団についてご紹介したのかお分かりいただけたのではないでしょうかなんといっても日本は中国の古き良き文化に親しんできた国ですから日本の方々には特におすすめできる公演です とはいえ多くの方はここ数十年の中国共産党統治下の中国にはうんざりしていることでしょう近いようで遠い国とそう感じていらっしゃる方も多いでしょうですからぜひ失われた真の中国を悠久の文明が育んだ美しい芸術公演を劇場で生で体験されてみてはいかがでしょうか厳しい鍛錬を重ね 一流のアーティストが与える力強いエネルギーを劇場で体験してみませんかぜひ概要欄から講演情報をチェックしてみてくださいあなたのお近くの都市に1 0円芸術団がやってきます今日の疫情最前線就到以上大切各位收籍守護增生绝对不会放棄我們坚守需要大家大力支持更加需要大家订阅我 p a t r o n 我 z a c 下次再大家见面